買う浜田山虎の子不動産です。今日はですね、象牙の密輸の話ですね。7月の制度厳格化前に大量に象牙の登録がされております。グラフのようにですね、これはですね、取引経路を偽った不正登録で次々にアフリカゾウの密輸申告化になっておりますね。審査が厳格化になる前の時点でですね、密輸や違法取引で押収された象牙が国のお墨付きということで大量に登録され流通する可能性があります。今月ジュネーブでワシントン条約が開かれますが、そこでも日本の象牙市場がアフリカゾウの密輸を誘発していると話題になっております。それではお先に失礼します。